山体崩壊前のセントヘレンズ三山体崩壊後のセントヘレンズ三山体崩壊とは火山などに代表される脆弱な地質条件の山体の一部が地震動や噴火、深層風火などが引き金となって大規模な崩壊を起こす現象である。火山活動によって火山が成長をするに従って急峻で不安定な地形が生み出されることになる。また、 火山の成立から時間が経過する中で、風化作用や火山体内部での熱水作用などの結果、火山そのものが脆く崩れやすくなっていく。そのような中、強い地震動や噴火が、引き金となって火山体の一部が大規模に崩壊する、山体崩壊が発生する。セントヘレンズ山の岩なだれ堆積物、流れ山が形成されている。 山体崩壊時には崩壊した、被山体が麓に向かって一気になだれ落ちる岩屑な、誰という現象が発生し、その結果、火山そのものは大きく崩壊し、岩屑な誰が堆積した場所には、崩落した火山体の中でバラバラになりきらなかった部分が、多数の小さな丘を作る。これを流れ山と呼ぶ。崩壊した山体があった場所には、有事上の大きなくぼ地が生じ、 これを、バテー系カルデラと呼ぶ。三大崩壊は噴火と比べると発生回数が少なく、比較的稀な現象ではあるが、これまで多くの火山で発生しており、一つの火山で複数回発生することも稀ではない。またかつては、火山の一生の末期に発生すると考えられていたが、紀元前500から800年頃に発生したと見られる。富士山の御殿場はなだれなどのように、 必ずしもそうとは限らない。変成岩や火山噴出物などで形成された山体、破砕体に位置する山体などは深層風化が生じやすく、集中豪雨や地震、または何らきっかけがないまま突発的に大規模な山体崩壊を生じさせる。形態的に巨大な地滑り性崩壊、深層崩壊、転倒型の崩壊が知られている。 1586年の天正地震による、紀雲山西面の山体崩壊小集山から望む、長野県西部地震による御嶽山の南面の山体崩壊、大谷崩れ、飛山崩れ、冷田山崩れを、日本三大崩れと称することがある。1792年、雲仙岳の美山の山体崩壊が発生。大規模な岩屑なだれが発生し、 有明海に流れ込んで大きな津波を引き起こした。微山の崩壊の原因はまだはっきりしていない点が、多いが地震動によるものとの説が有力である。この崩壊は、対岸の熊本県側に達する津波を生じさせ、死者1万5000人を超える災害となった。1888年、水蒸気爆発が引き金となって、万代火山で大規模な崩壊が発生。 岩屑流れによって長瀬川がせき止められ、ヒバル湖、小野川湖、秋元湖、五色沼などの故障ができた。バンダイ山の場合、山から湧いていた温泉により、岩石の風化が進んでいたことが崩壊の要因となった。20世紀末以降の研究によれば、ハワイ諸島やカナリア諸島の巨大岳状火山で、桁違いに巨大な山体崩壊が、たびたび発生してきたことが、 明らかになった。この崩壊の結果、北、太平洋、または北、大西洋一帯に、波高数十メートルの津波が押し寄せたとみられている。近い将来に噴火するとされる、富士山でも大規模な山体崩壊が起きるのではないかと懸念されている。山体崩壊はしばしば稼働閉塞と、その結界による洪水、土石流をもたらす。大谷崩れの安倍川。 飛び山崩れの上岸寺側のように、源流部に大量の土砂が堆積し、長年にわたって大雨の土に土砂が流出するようになることもある。その反面、万代山の山体崩壊によって誕生した、ひばる湖や北海道駒ヶ岳の山体崩壊で生まれた大沼、小沼などの古将軍のように、関富湖が形成されて、後世の観光名所となることもある。 紀元前千年頃の箱根火山の神山で発生した山体崩壊では、阿蘇の湖が誕生し、また、紀元前466年に発生した鳥海山の山体崩壊は、かつて松尾芭蕉もその美しさを称いた松島と並び、称される名称、北方を生み出した。ありがとうございます。